超約百人一首た恋は杉田慶による百人一首を題材にした日本の漫画短編集コミックエッセイ2010年8月よりメディアファクトリーから描き下ろし単行本の体裁で刊行されている百人一首の主に恋愛化を題材にしたコメディタッチのストーリー短編漫画集平安時代の歌の世界を 流行語や外来語を交えたおかしみのある現代わけで、読み人を、主人公に、思いや交流を描いている。百人一首に、思い入れのある編集担当者が、百人一首をもっと身近に気軽に触れてほしいとの、意図から企画したが、当初は、没となり、発行にこぎつけた書冊は8000部に過ぎなかった。しかし、作者の杉田家は、当作品が、 漫画デビュー作ではあるものの、ニコニコ動画にて、歴史題材のフィクション作品の手書き二次、創作投稿動画で550万再生の人気を博しており、口コミを中心に売り上げを伸ばし、また、発売当初は多くは、コミックエッセイとして扱っていた書店での販売が、漫画や、学習参考書のコーナーに置かれるようになったことも、部数を伸ばすことにつながり、 発売4ヶ月で7冊10万部に達し、シリーズ化されることになった。2011年4月に2巻目が発行される頃には、ドラマ CD や歌詞などの関連商品も展開され、2011年7月でシリーズ累計21万部のヒットとなる。さらに2012年4月の3巻発行に合わせ、2012年7月から9月までテレビアニメが放送された。 内容は、選択した和歌の読み人を、主人公に置いた、若物語と、その後の時々に4コマ漫画の、ショートショート、さらに当時の風俗、監修や人物像を選者である、藤原定家が解説するという定裁の、定家メモで構成されている。巻末には、全員100人一種の一覧があるが、超役付きは一巻のみである。 ちはやぶる人代も聞かずたつた川からくれないに水、くくるとは、百人一首第十七番、ありわらの阿そ成平りひらつくばれの峰よりおつるみなの川わこいぞつもりて、淵となりぬる、百人一首第十三番、ようぜいんがためを、叱らざり死の地さえ長くもがなと思いけるかな、百人一首第五十番、藤原義隆よめぐりやひてみしや、それとも若沼に雲もがくれにし、夜半の月かな、 百人一首第五十七番、紫式部。今はただ思いた、エナムとばかりを人捨てならで言うよしもがな。百人一首第六十三番、左京大武道宮やび。農与耐えなば耐えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする。百人一首第八十九番、式しない新能絹。人を待つほの裏の夕なぎに焼くやもおのみも焦がれつつ。百人一首第九十七番、剣。 中和言低下六河川の時代を取り上げた巻。ただし、大友黒主は、ショートショートのみ。福からに、秋の草木のしおるれ、バムベ山風を嵐とうらむ、百人一首、第二十二番、ふんや安秀天津吹雲の通いじ吹きと、事業止めの姿しばしとどめむ、百人一首第十二番草場返上、立ち分かれ稲葉の山の峰におふる松としきかば今、帰りきむ。 百人一首第十六番中長に行き平花の色は、移りに蹴りないたずらに、我が神聖に降る、長目せし、まに、百人一首第九番、小野小町我がいほは、との辰みしかぞ住むよう宇治山と、人は言うなり、百人一首第八番気践防子歌恋、の公式同認誌。登場人物は、初巻と二巻の人物たちで、四駒構成のギャグ漫画集になっている。 月刊コミック寺院にて、2012年5月号より、同代の作品が掲載されている。聖少納言に焦点を当て、縁ある家人たちの過去や、交流や思いを描く。ちぎりきな形見に袖を絞りつつ、末の松山箱さじとは、百人一首第42番、清原本助忘れ字の行く末までは叩ければ、今日を、限りの命ともがな。 百人一首第五十四番義道三子母、角戸谷屋は、息吹の差しも草差しも白地名もゆる、思いを、百人一首第五十一番、藤原さね方。夜を込めて、鳥の空音は測るともよに、大阪の席は許さじ、百人一首第六十二番聖昌な言んだきの音は、耐えて、久しくなりぬれどなこそ流れてなほ聞こえけれ、百人一首第五十五番大な言。 均等公式同人誌の歌編の再録に描き下ろしや過失を加えた原作者自身によるパロディマイナ集。藤原氏前世紀の影に消えていった氏族の和歌を取り上げた巻。天の原振り酒見れば春日なる三笠の山に出し、月かも、百人一首第七番、安倍中丸綿の、元八十頭をかけて小ぎ出ぬと人には、告げよ天の釣り船。 百人一首第十一番三木高村有明の、連れなく見えし別れより暁ばかり浮き物はなし。百人一首第三十番、三豚田み根人は、いさ心も知らず。ふるさとは花ぞ、昔の甲に二を引ける。百人一首第三十五番木貫之この旅は、ぬさもとりあえず、田むけ山もみじの錦紙神の間にまに、百人一首。 第24番関決心にもあられ浮世にながらへば来い、叱るべき、夜半の月かな、百人一首第68番参上院2012年に、テレビ、東京放課で放送された。全員13話。2012年9月26日から2013年2月27日まで、順次発売。限定版の特典として、特典 CD、ブックレット、スリーブケースが同梱。 アニメ放送開始に合わせ、2012年7月2日から、ファンにて毎週月曜日、深夜2時から配信されていた動画バラエティ番組。MC は、宇都宮よりつな役の下野博士。各エピソードから、毎回ゲストが登場し、1話30分で、全12回。ゲスト、ありがとうございます。